深層心理学は無意識に想定される構造や心的過程によって人間の行動や経験の意味を解釈し解明しようとする心理学及び臨床心理学における様々な理論の総称である。深層心理学の代表的な学派はジークムント・フロイトが創始した精神分析学派、フロイト門下の研究者でもあったカールグスタフ・ユングが創始した 分析心理学派、そしてアルフレッド・アドラーが発展させた個人心理学派である。深層心理学の基本的な理論構想は、人間の心には意識の仮想においてさらに深い層が存在し、無意識的なプロセスがこれらの層にあって進行しており、日常生活の心理に対し大きな影響を及ぼしているというものである。深層心理学に関するこのような考えは、 哲学の分野では、ショーペンハウアーやニーチェなどの先駆者によって、また、ロマン主義の文学などで構想されていた。同時代においても、ウィリアム・ジェームズやピエール・ジャネなどが概念を吟味しており、スイスのカール・ユングも、また独自に理論を模索していた。これらの中で、ウィーンのジーク・ムント・フロイトがこの仮説を、初めて系統的、学問的な方法で研究し、 無意識の発見とも呼ばれるその理論形成において人間の日常生活における心の働きのありようについて広範囲な影響力を有した帰結を導き出した。深層心理学の概念を最初に導入したのはスイスのオイゲンブロイラーである。フロイトは自らが基礎づけた精神分析を当時のアカデミックな心理学で支配的であった意識心理学と識別するため 1913年以来、この概念を援用した。他方、フロイドが基礎付けた、精神分析の学説と並列して、フロイド門下にあったカール・ユングとアルフレッド・アドラーは、それぞれ独自の深層心理学の学派を立てた。ユングは、分析心理学派を、そして、アドラーは、個人心理学派を築いた。深層心理学の所流派は、無意識の、 真相において進行している、心的な欲求の調整と葛藤への対処過程が、意識的な日常経験や行動の基礎に存在するという見解を表明している。心的なプロセスは、本質的には欲求、または他の動機となる過程を基礎に置く、心的エネルギーの力道と理解される。すなわち、ここで心のダイナミクスが想定される。このプロセスは、 人間の日常的な心的生活に特定のエネルギーを供給する。フロイトは性的欲求を非常に重視し、プロセスに付随する欲動エネルギーをリビドーと呼んだ。ユングとアドラーは性的な欲求力道を重視するフロイトの主張を承認しなかった。アドラーはフロイトの主張に抗し、権力への野心が心の原動力の中心に位置するとした。ユングは 心的エネルギーに特定性はなく、欲求エネルギーの普遍性を提唱した。前列左より、フロイト、スタンレーホール、ユングフロイトは最初、いわゆるところのゴス催眠暗示が無意識の存在の証拠であると考えた。ゴス催眠暗示は、催眠状態にある被験者に与えられる指図で、催眠状態においては彼はその内容をよく理解するが、 催眠のトランス状態から脱して覚醒した後、被験者は意識的にはこの指示を思い出すことができない。しかしなお指示の通りの行動等を行うという暗示である。フロイトはまたヒステリー症状に対するこの治療方法を最初、ジャンマル・タンシャル公から借用した。無意識の概念にとってこのことは同じことを意味する。被験者が何も思い出せないにもかかわらず、 催眠の緊張が維持されている限り指示が有効で、被験者自身驚きを感じ、なぜ自分がそのようなことをしたのかいぶかしむにもかかわらず、指示を実行してしまうのである。無意識の概念を説明するため、同様に言い間違いや過誤行為がフロイト的な解釈にあって利用された。カール・グスタフ・ユング・カール・ユングは彼が行った、 連想試験の結果を無意識の存在の証拠とみなした。ユングは被験者に対し最新の注意を払って作成した語彙集の中の単語を述べ、被験者はこの単語によって意識に最初に登った内容をできるだけ早く答えねばならない。この実験を行っている間にユングは単語の中のあるものが被験者に対し奇妙な反応を引き起こすことに気づいた。 少なからぬ単語に対する連想が通常の反応と異なり乱れていた。それらの単語の場合、反応が遅すぎるか、または独特な内容の連想が生じ、心的な葛藤が連想反応において連関することが示唆されていた。このような試験結果より、ユングは意識とは離れて心的な葛藤の連関構造が存在することを結論づけた。彼は、 このような葛藤の連環をコンプレックスと名付けたが、コンプレックスは無意識であるにもかかわらず、意識的な意図に介入して格乱するのである。ユングはさらに、個人的無意識以外にも、より深い層での無意識の領域、すなわち、集合的無意識が存在することを仮定した。ユングは、集合的無意識を、ある意味で、人類の歴史における心的な遺産の貯蔵庫であるとも、 見ました。この集合的無意識の内容は、体の発展と類似的に人類の進化において蓄積され発展し、構成されてきたものである。新たな研究が TP の早々期に由来する実験によって、無意識の力道構造を部分的であるが確認している。例えば、転換性障害に関するある研究においては、 心的な障害のために視覚機能が喪失されたヒステリー性の盲目の人が、そのゆえに多様な視覚的刺激を持つ人でもあることが発表されている。被験者が心的な原因を持たない場合には、彼らの視覚の不全性は試験者にとって自然なものとして受け止められ、試験結果は健常な被験者の結果と類似したものとなった。とはいえ、 被験者が心的な原因を持つ場合には、彼らの資格の不全性は試験者によって自然なものと受け入れられるが、試験結果は水準以下であるとして、試験から除外された。さらにまずいことには、正規の質疑が予定されていた生理学的な理由による失明者については、質疑が除外されたことである。このことより、人間の行動には無意識的な動機が事実上存在するということが、 結論として出てくる。ありがとうございます。